フォークフォークは先端部が分かれて串状になった飲食用、調理用の器具、大抵三つまたか四つまたになっている。古くは飲食用でも二つまたで、今日でも果物やケーキなどを食べる際のデザート用やステーキを焼く際に使う大ぶりのものでは、二つまたのフォークが見受けられる。様々なフォークデザートフォーク、レリッシュフォーク、サラダフォーク、ディナーフォーク、 コールドカットフォーク、一人前フォーク、切り盛り用フォーク飲食時に食べ物が動かないように突き刺して押さえたり、食べ物を突き刺して口へ運んだりするための食器である。日本語では突き刺し、肉さという訳語が当てられる。主に金属製であるが、プラスチック製や竹製のものもある。殻の部分が別部材でできている別柄型のものと一体成形のものとがある。 フランス料理などのテーブルセッティングでは、一皿の左側に、外側から、オードブル用、フォーク、ウオ用、フォーク、肉用フォークの順に配置する。また、一皿の上側にデザートフォークを配置する。フォークの背に飯を乗せて、食べたり洋食コースに、飯が出るのは日本だけで、普通のフォーク使いで食べた方が、こぼれず良い。正式には、パスタもリゾットも、フォークのみで食し、 スプーンは使わない。スプーンと合体させた食器として、スポークがある。こちらはもっぱら、簡便な食事に便宜的に用いられる、簡易食器的な性格が強く、正当なテーブルマナー中には、スポークを使うものは見られない。調理用のものとして調理用フォークがある。サラダフォークや、バーベキューフォークなどがある。フォークの、元々の語源は、ラテン語の熊手を意味する、ファーカである。 紀元前2000年頃の中国では、三サ叉サと呼ばれるフォークと同じ形状のものが使われていた。古代イギリシャでは給仕用として用いられていた。ローマ帝国では、聖堂や銀のフォークが使われたが、その使用法は地域、社会階層、食物によってバラバラだった。その後の中世ヨーロッパでは、ビサンチン帝国に関連した文献で参見される程度である。西ヨーロッパで、 食卓用フォークの使用を促進したのは、ビサンチン帝国の二人の王女だと言われている。神聖ローマ皇帝夫2世の妻テオハムと、ベネツアのドージェ、ドメニコセルボーの妻テオドラである。その後11世紀までに食卓用フォークがイタリアに伝わった。11世紀のベネツアの豪族が三つまたの道具で食事をしていたと文献にある。フォークが導入されるまでは、 西ヨーロッパではスプーンでスープを飲み、ナイフで肉を切りながら、主に手づかみで食べていた。16世紀後半の戦国時代、安土桃山時代の日本で、キリスト教の布教を行った、イエズス会の宣教師であるルイス・フロイスは、著書の日曜文化比較の中で、16世紀当時、日本人が箸で食事していた一方で、ヨーロッパ人が手づかみで食事していたことを記録している。 初期のフォークは歯が二つしかなかった。単に肉を切るときに切りやすくする道具であり、歯はまっすぐで食べ物に突き刺すには良かったが、すくって口元に運ぶのには適していなかった。イタリアでは14世紀にフォークがよく使われるようになった。一般的に使用されるようになるのは16世紀に礼儀作法の一部となってからである。1600年頃までには、 商人や上流階級の間でごく一般的に使用されるようになった。一方、南欧以外のヨーロッパではフォークがなかなか浸透しなかった。フランスにはイタリア出身のカトリーヌ・ドメディシスが1553年にフランスのアンリに西洋に嫁入りした際、イタリア料理人と共に嫁入り、道具としてフォークも伝わったと言われる。それまでフランスにはフォークを用いる文化はなかった。 英語の文献に初登場するのは1611年のトーマス・コライアットのイタリア寄稿文だと見られている。しかし長年にわたってめめしいイタリア文化への偏愛とみなされていたようである。イギリスで一般人がフォークを使うようになるのは18世紀に入ってからである。1770年代。 庶民の風俗を深く愛したナポリ国王フェルディナンド4世が宮廷で毎日スパゲッティを供することを命じた。しかしスパゲッティを手で食べる場合、頭上にかざして下から口ですするという当時の価値観でも非常に見苦しいものとなり、このような作法がハプスブルク家出身の王妃マリア・カロリーナに承認されるはずもなかった。そこで品格がより上品にスパゲッティを食べられるように、 料理長、ジョバンニスパダッチーノに命じて、もともと口に運ぶものでなく、料理を取り分けるためにあったフォークを食器として使わせた。この時、工学エンジニアのチェーザレスパダッチーニが、先が長く3本だったフォークを元にして、口に入れても安全で、スパゲッティがうまく絡むように先を短く4本にした、フォークを王のために考案したと言われている。現代では、 一般的な指なり型のフォークは18世紀中頃にドイツで発明された。そして4本派のフォークが一般的に使われるようになるのは19世紀初頭である。農業用の干し草を分けるための同じ形をした巨大な農具が同じフォークという名で呼ばれていた。現代のイタリア語では農具のフォークはフォー火、食器のフォークは指障子をつけて、 ホークエタと呼び分けられている。ありがとうございます。